TKS の断面図。太線内が弱圧区画。コスモス1443号の基幹カプセル。TKS は1970年代から1980年代にかけてソビエト連邦が使用した宇宙ステーションへの人員、物資補給用の宇宙船。ソユーズ宇宙船の2.5倍以上の重量を持ち、打ち上げにはプロトンロケットが用いられた。 1965年、ソ連はアルマースと呼ばれる軍事宇宙ステーションの開発を始めた。これに人員や物資を輸送する手段として作られたのが TKS である。試験飛行は1976年に始まり、1981年には無人の補給ミッションの準備が整った。しかしアルマース計画は1978年の 時点で、すでに中止されていた。TKS は代わりに被軍事目的のサリと6号と7号への補給に用いられたが、3回飛行しただけで1985年に退役した。乗員3名を乗せて打ち上げが可能なように設計されていたが、有人飛行は一度も行われなかった。TKS は宇宙船としては成功しなかったが、その設計は空バントや、 ザーリャなどの宇宙ステーションのモジュールに流用されており、これらを TKS 型モジュールもしくは TKS 型と称する。TKS はソユーズ宇宙船やアポロ宇宙船と同じように、機体の一部のみがカプセルとして地上に帰還する方式をとっていた。TKS の帰還カプセルはバーあるいは11回七74と呼ばれた。アポロ指令船に似た円錐型をしていたが、 より小型で再使用が可能だった。カプセルの上には機関用の減速ロケットを備えたモジュールが、さらにその上には緊急脱出システムが結合していた。カプセルの下部には FGB と呼ばれる円筒形の余圧モジュールが結合していた。乗員はバカプセルの底面に設けられたハッチを通じて、バと FGB を自由に行き来できた。 このモジュールにより TKS は45立方メートルという広い内部空間を確保していた。FGB モジュールのビブには、アルマースとドッキングするための覗き窓や、制御装置、アンテナ、ドッキングポートが配置されていた。また、8個の小型再突入カプセルが用意され、ステーションにおける偵察活動で取得したフィルムを、地上へ送り届けるために用いられる予定だった。 TKS に関連した宇宙飛行は合計7回で、そのすべてがコスモス衛星として公表された。4回はバカプセルのみを使用した大気検査突入の実験であり、TKS が完全な形で飛行したのは4回だけだった。TKS とタイになるはずだったアルマース宇宙ステーションは TKS の試験期間中に大幅な計画見直しが行われ、 1978年に友人計画は中止となった。このため TKS の開発を続ける意義は失われ、短命に終わった。ありがとうございます。